この世界、テルカリュミレース、大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、すべての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う、世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろう。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド、テッド、降りてきなさい。あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。もう、ユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっちまうな。
昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。あってるよ、ぼやいてても仕方ねえってんだろ。遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。その水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。あ、運び1、2、1。ハンクス爺さん頑張ってるな。責任感じてんのさ。修理代先頭立って集めてたの爺さんだから。その結果がどかんとね。けど、魔導士が手抜き修理すんのはじいさんの責任じゃねえよ。まあな、じいさんもばあさんの形見まで手放して金を工面したっても。俺ユリ、手伝わないなら近づくな。危ないぞ。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。え、さあのないのか。まあ、コアがなければブラスティアは動かないってんだ。最後にブラスティア触ったの、修理に来た貴族様だよな。ああ、モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでんのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユリもみんなを手伝わんか。悪いじいさん、用事を思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に、これがあんな息詰まって気分悪くなるとこ、用事があっても行かねえって。まったく、ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。また無茶せんといいが。どうでしょうね。は
あいつ下町のことだといつも無茶しますから。おかげで騎士団に目をつけられおって。まあいつものことですからうまくやってきますよ。大変なことになってるみたいだね。ここだよここ。僕はワンダー記者。起こった事件の記事を毎日お届け。君は新聞を読む習慣はあるかい？え、ない？そりゃいけない。今日のこの大変な出来事も君のところへ届けるよ。いつでもどこでも気軽に読めるワンダーログ、利用してくれよな。なんで壁の中にいるかは秘密。ではさらば。うん？おい、聞いたか？下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。一ガルドにもなりゃしない。一ガルドにすら、そりゃどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃハンクス爺さんも肩なしだな。あ、確かに。うわっ、な、誰だ。ガラクタの価値もわからねえならお前らはガラクタ以下だよ。ラピード、追えるか？ここもコアやられてやがる。こりゃ随分と手癖の悪いのが嫌がるな。にしてもさすが貴族様の町。コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに。余ってるなら下町によこせってんだ。みっけ。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。ここか。なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。
開いてる。こっから入れんな。この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが。あいつは…よし、お宝発見。お前、モルディオだな。よし、よくやった、ラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して、一発ぶん殴ってやろうぜ。騒ぎと聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に泥棒とは、貴様も落ちたものなのだ。なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだである。逃げようとしてもそうはいかないのだ。逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃すのか。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていいか。騎士団の名誉にかけ、ここは私が。いや、騎士団の名誉は私が守るである。下っ端は下がっているのである。下っ端はお前だろうが。いや、私が上司である。そんな風に取り合いされるのは光栄だけど、移動くらい満足にしろよな。行くぞ。いいのか。私が上司だ。いや、ボッコさん、私の部下である。一発かましてやんないとわかんねえかな、こいつら。
来る前に一言いいかって聞いたよな。くそー、ゴー。おいおい、貴様逃げるな。いや、逃げてるように見えるか。うるさい。おっと、防御デッド。瞬人剣ディアール。よっと、なんだよ。私の技を勝手に防ぐな、ディアール。むちゃくちゃ言うなよ。まあ、そっちが技で来るならこっちも行かせてもらうぜ。ソーラジン、ソーラジン。もう一茶言っとくか。次のは痛いぜ。まさかこれで終わりとか言うんじゃねえだろうな。これで終わってたまるかって。我々の実力はこんなものではないぞ。さて、本気で行くぜ。それはこっちのセリフである。感謝しろよ、稽古に付き合ってやったんだから。お前ら腕落ちたんじゃねえの？こりゃ馬車はもう無理だな。さすがシュバーン隊、こんな下民一人捕まえられないとは無能だね。これはキノール隊長、とても見苦しいところである。君たちのような生まれの卑しいヘナチョコ隊、騎士団にはいらないんだよ。シュバン隊長にはご内密にお願いします。
逃げたのがブラスティア泥棒なら逃がしたのは税金泥棒かよ。しょうがねえな。飼い犬にも見放されるとは、これは傑作などである。毎度毎度忙しいね、ユーリ・ローウェル君。僕も忙しいけど、ちょっとだけ遊んであげるよ、僕のキュモール隊がね。お前らがそうだからフレンが苦労するんだよ。あんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ。終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ。10日も入れれば反省するだろうからね。ねえ、その例の盗賊が難攻不落の貴族の館からすんごいお宝を盗んだわけよ。知ってるよ。盗賊も捕まった。盗品も戻ってきただろ。にゃん、そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。今館にあんのは贋作よ。バカな。ここだけの話な、漆黒の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ。例の盗賊ギルドか。おとなしくしてろ。もうすぐ食事だ。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ、お隣さん。目覚めてるんじゃないの。そういう嘘自分で考えんのか。おっさん暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つくよ。それに嘘ってわけじゃないの。世界中に散らばる俺の部下たちが必死に集めてきた情報でな。はは、本当に面白いおっさんだな。じゃあの道は蛇、試しに質問してよ。何でも答えられるから。海賊ギルドが沈めたお宝か、最果ての地に住む賢人の話か、それともそうだな。それよりここを出る方法を教えてくれ。なあ、何したか知らないけど、10日もおとなしくしてれば出してもらえるでしょ。そんなに待ってたら下町が湖になっちまうよ。下町？はあ、聞いた聞いた。アクエブラスティアが壊れたそうじゃない。今頃どうなってんだかな。悪いね、その情報は持ってないわ。モルディオのやつもどうすっかな。モルディオってアスピアの学術都市の天才魔導士とオタク関係あったの？知ってるのか。お、知りたいか。知りたければそれ相応の報酬をもらわないと。学術都市アスピオの天才魔導士なんだろ。ごちそうさま。え、あ、いやいや、違うって。美食ギルドの長老の名だ。いや待て、それはあれか。出ろ。いいところだったんですがね。早くしろ。騎士団長アレクセイがなんで。ノート。騎士団長直々なんて、おっさん何者だよ。女神像の下。何をしている。はいはい、ただいま行きますって。そりゃ抜け出す方法知りたいとは言ったけどな。先月税の徴収に来た騎士と揉めてぶち込まれたばかりだってのに、またここの世話になるとはな。
おとなしくしてりゃ飯は出てくるとはいえ、ここのまずい飯だけは慣れねえ。ったく、キュモールのせいで面倒なことになっちまったぜ。マジで開くのな。相変わらずのザル警備かよ。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の上乗せは勘弁だな。下町の様子を見に行くだけなら朝までに戻ってこられるか。女神像ってのも試す価値はありそうだ。何者だ？チェン、見つかった。いっちょやるか。余裕。リベンジなら受けて立つぜ。しばらく眠っててくれよ。これ以上罪状増やしたくねえけど、見つかったらやるしかないな。うろちょろしてる敵には気をつけないとな。
一丁やるか。こんなもんだな。来やがったな。余裕。リベンジなら受けて立つぜ。やるか。こんなもんだな。もうお戻りください。今は戻れません。これはあなたのためなのですよ。例の件につきましては我々が責任を持って小隊長に伝えておきますので。そう言ってあなた方は何もしてくれなかったではありませんか。それ以上近づかないでください。おやめになられた方が。お怪我をなさいますよ。剣の扱いは心得ています。致し方ありませんね。手荒な真似はしたくありませんでしたが。おい、いたぞ、こっちだ。お願いします、行かせてください。どうしてもフレンに伝えなければならないことが。フレンだって。フレン、私を助けに。誰。貴様、何者だ。ったく、こっそりのはずがいきなり厄介事かよ。こいつ、ブラスティアを持ってるのか。二人でかかれば問題ない。余裕。ったく、それが騎士のやることかよ。最近の騎士団じゃエスコートの仕方も教えてくんないのか。えい。何すんだ。だってあなたお城の人じゃないですよね。そう見えないってんならそりゃまた光栄だな。
ユリ・ロエル・タカだ！不届きな脱走者め！逃げ出したのは分かっているのである！チン、またあいつらか。もう牢屋に戻る意味なくなっちまったよ。バカモン！声が小さい！ルブラン小隊長は声でかすぎて耳が。ユリ・ロウェル？もしかしてフレンのお友達の？ああ、そうだけど。なら、以前は騎士団にいた方なんですよね。ほんの少しだけだけどな。それ、フレンに聞いたの？はい。あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。あの、ユリさん、フレンのことでお話が。ちょい待った。あんた一体何なんだ？フレンの知り合いなのは分かったけど、どうして騎士団に追われてんだよ。こっちだ！事情も聞きたいけど、お互いのんびりしてらんないな。まずはフレンのところに案内すればいいか。はい。行くぞ。本気出しちまったな。なんかいい匂いがする。本当です。何でしょう。そういや、この辺に騎士の食堂があったな。戦い足りねえかな。
戦い足りねえな。あんたの立ってるそこがフレンの部屋だろ。やけに片付いてるな。こりゃフレンのやつどっかに遠出かもな。そんな、間に合わなかった。で、一体どんな悪さやらかしたんだ。どうして？私何も悪いことなんてしてません。なのに騎士に追い回されるのか。常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか。それは。俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。私も連れて行ってください。今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです。せめてお城の外まで。お願いします、助けてください。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない？俺の刃の餌になる。ノックぐらいしろよな。俺はザギ。お前を殺す男の名、覚えておけ。死ぬ、フレンシーフォー。
違いだっつうの。死ね。じった人の話聞いた方がいいぜ。ザギだ。俺の名前を覚えておけ。フレンじゃねえよ。聞けよ。なんだよお前。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いやん。楽しく楽しくなってきたぞ。おら。相手完璧に間違ってるぜ。仕事はもっと丁寧にやんな。この人はフレンじゃありません。そんな些細なことはどうでもいい。さあ続きをやるぞ。そりゃどういう理屈だよ。たくフレンもとんでもねえのに狙われてんな。ザギ引き上げだ。こっちのミスで騎士団に気づかれた。俺の邪魔をするな。まだ登り詰めちゃいない。騎士団が来る前に行くぞ。今日で楽しみを終わりにしたいのか。
ここもゆっくりできねえのな。女神像の話にかけてさっさとおいとまするか。あの、ユリさん。わかったよ。ひとまず城の外までは一緒だ。はい。あの、私、エステリーゼって言います。じゃあエステリーゼ、急ぐぞ。待ってください。ドア直さないと。んなことしてる場合じゃねえだろ。でも。しゃあねえな。待ってな。ほらよ、さあ、行くぞ。はい。こんなもんだな。本気出しちまった。リベンジなら受けて立つぜ。さっきの連中のせいか、これ。俺のせいとかになってねえよな。怪我人が出てなければいいけど。騎士団も自分たちの身くらいはちゃんと守ってんだろう。そうですね。ユーリ・ジョーエル、どこに逃げおった？ほら、元気なのが来たぞ。この声、ルブランだな。あの、お知り合いなんですか？ま、ちょっと前にな。あと、そんなことより急ぐぞ。その目立つ格好もどうにかした方がいいな。着替えなら、この先の私の部屋に行けば。んじゃ、それで行こう。
ここが私の部屋です。着替えてきますので少し待っていてください。わかった、手短にな。念のため。心外だな、覗くわけないだろう。フレンから会ったら用心するようにって言われてますから。余計なこと吹き込みやがって。お待たせしました。あの、おかしいです。いや、似合ってねえなと思って。そうでしょうか。何これ。よろしくって意味です。んじゃあ行くぜ。以前は騎士だったんですよね。フレンからそう聞いてるってさっき自分で言ってたじゃねえか。それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして。あ、まさか偽物。そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして俺は何すんだ。それもそうですね。ほら、こんなところでうろうろしてて騎士に見つかると厄介だぞ。ちょっと終わらせようぜ。こんなもんだな。力が湧いてきました。本気出しちまったな。一丁やるか。おととい来やがれ。どうやっておとといに。真剣に悩むな。下町の様子見て戻るつもりがとんだ拾い物をしちまったな。拾い物って何です。よろしければ私がお城の人に届けましょうか。いや、あんたにだけはちょっと頼めない拾い物なんだよ。ふん。自覚がねえならいいって。そうですか、気が変わったら言ってくださいね。世間知らずの貴族のお嬢様ってとこかな。でもなんだって騎士に。来やがったな。そうハク。戦いたりねえとな。
来やがったな。負けられません。こんなもんだな。呼ばれていたような方がお城の外にはいっぱいいるんでしょうか。いや、ありゃ特別、あんな頭のイカれたやつそういるもんじゃない。そうですよね、よかったです。もしあの方が一般的な方だったらどうしようかと。あんなのがうじゃうじゃいたら暮らしにくくてしょうがねって。来やがったな。リベンジなら受けて立つぜ。本気出しちまったな。フレンとは知り合って長いのか。2年か3年、多分それくらい前だったかと。あいつ城の中でうまくやってんの？フレンはとても真面目で誠実ですから、周りの人からも信頼されているみたいですよ。大きな任務を任されることも増えてきたと先日話してくれました。真面目で誠実ね。頭が固くて融通が効かないとも言うけどな。ユーリさん？これな。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。
来やがったな。こんなもんだな。やるか。戦い足りねえだな。本気出しちまったな。本気出しちまったな。これか。この像に何かあるんです？秘密があるんだと。秘密って言っても特別何も変わったものでは。動かしたら秘密の抜け穴があるとかな。まさか。やってみる価値はあんじゃねえの。Thank you.
れ本当に、うわ本当にありやがった。もしかしてここから外に。保証はない。俺は行くけどどうする。行きます。なかなか勇気のある決断だ。しかしあのおっさんマジかよ。見た目通りうさんくせえな。どうした、やっぱりやめんの。いえ、手怪我してます。ちょっと見せてください。ん？ああ悪い、綺麗なブラスティアだと思ったらつい手が。本当にそれだけです？本当にそれだけって、ありがとな。いえ、これくらい。ほら、行くぞ。こんなところにも魔物が嫌がるのな。魔物、あれが。見たことないか。と、じゃあちゃっと片付けますか。ユリさん、前からも。ち、厄介だな。すごい数です。全部ぶっ飛ばす。ソーラ人。ソーラ人。ソーラ。ジャリ。ハッ。ソーラ人。余裕。いいドイツだ。ソーラ。ソーラ人。決まりました。決めたのは俺。ま、こんなもんか。いっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました。敵は括弧撃破が戦闘の基本だけど、たまにはこういうのもある。そうなんです。じゃあ気をつけて進んだ方がいいですね。少ない敵を相手にして確実に倒すか、いっぺんに多くの敵をなぎ倒すか。ユリさんはどっちなんですか？どっちでもいいだろう。さあ急ぐぜ。ちょっと待ってください。じゃあちょっと終わらせようぜ。ソーハソーハソーハジャリー。ソーハソーハソーハこんなのどうですか？シャービル。本気出しちまったな。地下の通路を教えてくれた人に感謝しなきゃいけませんね。別にお前が感謝する必要はないんじゃないか。私だって外へ行きたかったんだから、あなたと同じです。それならそれでいいんだけど、なんでか素直に感謝する気になれないんだよな。ダメです、恩ある人にはちゃんとお礼しないと。会ったこともない相手によくそう律儀になれるもんだな。会ったことのない人だからこそ礼を失してはいけません。そういうもんかね。そういうものです。来やがったな。ソーハ。せーの。ソーハ。
戦い足りねえだな。来やがったな。俺に勝つのは100年早い。全身に力がみなぎるぜ。
どこかへ。ラスティング。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。眩しい。もう朝かよ。一晩無駄にしたな。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞ。それは。ま、お城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないか。はい、そうなんです。ま、とりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや、別にな。で、エステリーゼはこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日、騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んでこいってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外が。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。